アホだこいつら。いや、やばいな、盛り上がってるな。え、なんでこんな盛り上がってんの。くっそウケるわ。めっちゃ盛り上がってるじゃん。はい、ワード2。いや、いいね、盛り上がってるね。いや、くっそ盛り上がってるわ。笑うわこんな。ロハコさんやべえな。いや、悪い顔してるっていうか、これはまた神回のきっかけ作ったでしょ。いい仕事したんじゃないの？ねえ。やっぱ、ロハコさんは、ロハコさんのこと一番わかってんの俺だよ。アホすぎるわ。ロハコさんやべえな、これ。みどりさん怒るんじゃないの？うん。みどりさんぶち切れるでしょ。大丈夫これ。やべえな。マジウケるわ。うん。いや、これは神回だね。これは神回だわ。いや、いい仕事したんじゃない？いや、俺も今見ながらやってるから。イェーイ、イェーイ、よいよい、イェーイ。ワード2、小田井さん。いや、悪い？このコラボを実現させたのは俺なんだから、結構功績はあるでしょ、功績は。いや、超面白いわ、このゲーム。ていうか、このゲイグッズを持ってるロハコさんがいいよね。生粋のゲイっていうさ。超ウケんだけど。あー、盛り上がってるなぁ。くっそウケるわ。見てる？みんな。みどりさんさっき怒ってた。まあそうだろうね。みどりさんが怒るときは嫉妬してるときだから。いや、サイコロはナイスでしょう。サイコロはナイスだよ。うん。いや、俺も見てるけど、こんな笑い止まらねえわ、こんな。すげえな、アクティブ1400だって。アクティブ1400だって。暗黒終わったの、今日。うん。いや、これは、みどりさん激怒だろうね。みどりさん怒るとき嫉妬するときだから。今日のロハコさん編見れなかったよ。後で録画見なきゃ。いや、今やってるよ。今やってるよ。リアルタイムだよ。ナウだよ。アクティブ1400で激アツだよ。うん。激アツ。もう超面白い。もう見てても腹抱えて笑えるもん、こんなの。すごいことになってるね。やっぱ暗黒の力はやべえな。暗黒で、てかでも暗黒で名前出したってことは美味しいと思ってるでしょ。それかマジで、やばいね。ロハコさん暴走してるね、これ。もう事件、第二の事件になる。うわ、来た、キス。キス。うん、帰るの早かった。今日も仕事だからね。FC ツアー生は有料。録画は無、あ、そうなんだ。あ、田舎ちゃんいらっしゃい。キス。やべえな、これ。これは、なんか第二の事件を生みそうな気がして怖いな。第二の事件生むでしょう、これ。これアダルトだからね。で、男同士の売春とか、男同士はどうなんだろうね。捕まんのかな。私に、あ、ニコ生か。はいはいはい。みどりさんのニコ生見れないね。うん。やばいな、これ。くっそ面白いわ。もう腹痛え、もうさっきから見てるけど、面白すぎる。年末ロハコさんすごいね。男同士はそうなんだよ。日本の法律だと男同士のセックスは、あの、合法なんだよね。違法じゃないんだよね。うん。今、チラッと見せ、いやー、やめとこう。ミラーは怖くてできないわ。ごめん。ミラーは怖くてできない。危険すぎる。ミラーは怖い。うん。やべえな、ほんと。超面白いわ。これなんか、ロハコさんがバーンって行きそうだよね。YouTube で上がるかな？いや、もう脱いでるんだよ。今、現時点で FC2 で脱いでて1554人見てんだよね。いや、爆笑だよ、これ。爆笑。うわ、やばい。お尻行くの？ふわっちミラー禁止。だよね。俺はミラーしないだから。やべ、来た。うお、お尻来る。
ケルは尻舐めてるわ、ロハコさんが。ロハコさんが尻舐めてるよ、今。やばー。アホだな、この二人。この二人アホだわ。ウラル欲しい。FC2 でトップでしょ、今。FC2 のアダルトでトップだよ。大荒れ。もう神回。神回。ロハコさんやべえな。もうだって、ゴシャブ事件を生で見てるようなもんだからね。ディズニーのライオン？どうやって検索？ FC2 でやってるよ、もう。ロハコでツイッターで検索しても何で検索しても出てくるでしょ。うん。やばいね、もうロハコさんがウハウハだよ、ほんとに。うん。いや、もう爆笑だよ。こんなん面白すぎるわ。こんなん面白すぎるわ。いや、ウケるわ、ほんと。やばいね。やっぱ生主っていいね。バカばっかりで。FC2 無料で見えるよ。無料で見れる。ロハコリスナーの場っていうタイトルだね。うん。いや、ロハコさんにイケメン、ね、若い男二人も紹介してるんだから、俺。柏木紹介したのも俺だし、今回の男の子紹介したのも俺だからね。こいつ大手なるでしょう。ねえ。いやー、言ったべ。プロデュース、和道プロデュースやっぱ間違いないね。だって、ヨッサンとクボタが爆笑するんだよ。うん。最高だよね。いやー、ウケるわ、ほんと。ただのガチホモビデオを見てる感じだもん。ほんとに、ただ、ホモビデオを見てるだけの感じ。1900、お !2000 超えた、2000超えた。アクティブ2000だって。アクティブ2000。やば。アクティブ2000はやばくない？マジで。こんなん初めて見たわ。頭一つ飛び抜けたな。ロハコさん。いいね。やば、アクティブ。暗黒とヨッサン全部集まったでしょ。全部するでしょ、これ。泣きそうな顔してんだけど。ワンタロウ泣きそうなんだけど。見てこの顔、ワンタロウの。ワンタロウがもうへらってるよ。うわぁ、面白え。ワンタロウやべえな。すげえな、これな。すげえな。歯がやばいですね。やばいよね、ほんとに。いやぁ、すごいわ。神回だわ。神回だね。泣きそうだよね。もうだけどこの閲覧見たらブルっちゃうでしょ。だってアクティブ20の子なんだよ、この子。アクティブ20の子が100倍のアクティブ2000だよ。耐えらんないでしょ。泣きそうじゃん。うん。これ多分、やらなきゃみたいになってると思うよ。ワードを恨むって言ってた。感謝しろよ、逆だろ。こんな美味しいのねえだろ、仮想配信者で。チップいくらになってんの今。チップいくらになってんの？もうさっきから1000円1000円ってもうガンガン投げられてるね。やべえわ、超面白い。ね、全盛期のニコ生だよね。あー、面白い。最高だわ。23歳の若いのんけの男の子が今ゲイになる瞬間だからね。4万円いってんの？やば。笑うわ、こんな。うん。こんなん笑うわ。うん。ウケるわ。ロハコさんがテンション上がりっぱなしだもんね。もう、女の子みたいにキャッキャキャッキャ言ってんだもん。それが面白くてさ。もう。いやー、これは神回だわ。これは神回。うん。すげーなー。ずっと乙女だよね。ずっと乙女だよ。いや、もう本当に男が大好きだから、こってこてのゲイだからね。ロハコさんは。本当にこってこてのゲイだから。うん。超面白いわ、本当に。もうみんな、有料行こう、有料行こうって。1万円入れるとかさ、もうみんな金やるからやろうやろうって。
すごいな。やべえな、ほんと。あー、面白い。ロハコさん最高。ロハコさんはやっぱゲイキャラが似合うね。ゲイをやらせたらナンバーワンだよ、これ。うん、てか、この子ゲイにベソ書くでしょ。柏木状態じゃん。柏木状態だよ。柏木と唯一違うのは、ゲイだって知らないで、柏木は喋られたけど、この子はゲイだって分かっててやってるからね。この子の責任だよ。うん。いや、超面白い。号泣するだろうね、多分。柏木は、でも、これはね、柏木この事件で有名になってさ、ひなりと付き合ってるわけだから。うん。ロハコさん、あげまんだからね。うん、ちょっとロハコさんに電話してみようか。ロハコさんに電話してみるわ。ロハコさんに電話してみようぜ。うん。ちょっとロハコさんに電話してみよう。知らないふりしてロハコさんに電話してみようよ。どう？電話してみたくない？電話するね。うん。ロハコさんに電話しまーす。多分出ない？出ないかな？ロハコさん出ないかな。もう夢中になってんだ、ロハコさん。夢中だ、多分。多分そうだよ。してみようよ、ちょっと。ロハコさんどう？つって盛り上がってるって。ちょっと今電話してみるわ。ちょっと待ってね。ロハコさんに電話するんだけど、腹痛え、本当に。腹痛えな、うん。よいしょ。あ、うん、面白い。いや、こんなに受けるとは思わなかった。持ってるね。徳次郎さんいらっしゃい。いやー、持ってるわ。持ってる。持ってるわ。マドンさん、生贄めっちゃ面白いよ。ありがとう。いや、面白いでしょ。絶対この子、ロハコさんのタイプだって、もう一目で分かったから。あ、これはタイプだって。確実にロハコさんのタイプだって分かった。もうだからずーっとキャッキャキャッキャ言ってたでしょ？これはね、鉄板ですよ。ロハコさんのタイプ俺完全に把握してるから。よし、じゃあ電話してみようか。ロハコさんに電話しまーす。ロハコさん出るかな？ロハコさん出るかな？出る？ロハコさん出ないかな？もしもし。はい、もしもし。どうですか？ワン太郎くん、いい子ですか？おめえ、ワード、マジふざけんなよ、マジで。え、どうですか？ロハコさん。いい子ですか？ん？ロハコさんどうですか？楽しんでますか？僕家着きましたよ。なんか態度が少し表明したのね。マジですか？酔ってないのにね。酔ってない。でも、優しいことは優しいよ。あ、本当ですか？かわいくてね。かわいいですよね。うん、かわいいですよね、うん。で、肌がツヤツヤで、はい、もちもちしてる肌がね。あ、そうなんですか。うん、じゃあ、最後ベロチューで締めてくれるそうなんで。え、ベロチューで。うん。いいですね。じゃあもう楽しんでください、お二人で。はい。嬉しいです。ありがとうございます。頑張って楽しんでください。はい。はい。よろしく、また、紹介して。あ、またいい子いたら紹介します。よろしくね。はーい、うん。楽しんでください。ワン太郎頑張れよ。ワン太郎、うん、ワン太郎。いいよ、もういいよ、もう吐け。くっそ面白いわ。ざまあ、ざまあ。ざまあ。超ウケるわ。うん。
あ、アイカいらっしゃい。ウケるな。ロハコさん乙女の顔してたな。タイプだったんだろうね。タイプだったんだろうね。鬼ワン太郎泣きそうだったな。ワン太郎泣きそうだったね、ほんとに。マジでキレてんの、ワン太郎。だって本人がゲイだよって言って、襲われるかもしんないよって言ったのに、いや、いいっすよ、いいっすよって。あ、ロハコさんに会いたいですって言うから、ねえ、合わせてあげたんじゃん。いや、超面白いわ、ほんとに。ワン太郎もうなんかさ、ドナドナ状態だよね。これから売られてしまう羊じゃねえ、牛状態だよね。早く逃げればいいのにね。アホだよね。ここで逃げないとダメだよね。ふざけんなよ、ワドーのとこの顔ガチで切れてた。マジか。キティさんいらっしゃい、初見さん。ワドーです。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。あ、来た来た来た、来た来た。いやー、面白い。盛り上がってるね。今日は寝れないんじゃないの、みんな。今日は明日仕事だけど寝れないでしょ。いや、最高だね、本当に。お、始まるか。初見さんいらっしゃい。ふなちゃんまんさんいらっしゃい。薬もらえればないんじゃないの、さすがに。ニューハーフのリナちゃんはお元気ですか？いや、もう縁切ってますね、リナとは。わかんないっすね。なんか、聞いた話によると、ヘラって入院してるって感じです、らしいよ。隔離病棟にいるって聞いたよ。わかんないけど。噂によると。あれ、朝まで配信するのかな？どうなんだろうね。やるのかな？謎だよね。謎ですね。いや、配信会甘くないっしょ。配信会甘くねえよな。みんなこうやって揉まれていって成長していくんだよ。揉まれて揉まれて、先輩配信者に揉まれて強くなっていくんだよ。まあね、ワン太郎的にはチャンスでしょう。過疎生主なわけだから。ガチ切れされるっていうか、ねえ、俺、金一封ぐらいくれてもいいぐらいだよな。アクティブ2000とかめっちゃ美味しいじゃんだ。ねえ。だから、初の炎上じゃないの、ワン太郎くんは。ワン太郎くん的には初炎上だから、ここでいなくなる配信者か、ここをバネに強くなる配信者か、どっちかだよね。売名大成功でしょ？売名大成功だよ、ワン太郎くんは。ただ、ぶっちゃけた話、俺は、キスぐらいで終わらせるのがいいと思うよ。正直、配信の寿命が短くなるでしょ？キスで終わらせないと。これで、アホでパコったらアホだよ。ここでキスで終わらして、引っ張るっていうのが大手配信者だから。ナウシカいらっしゃい。サムネ変わったね。俺もアクティブ2000とか欲しい。だよね。一回は経験したよね、配信者だったら。めっちゃ美味しいじゃん。ここでどうやって切り抜けるのかっていうのが、配信者としての資質を問われるんだよ。そうそうそう。ねえ、葵ちゃんもそう思うでしょ？キスっていうか、どうするかな。どうするんだろう。ここで配信は切って次の日まで引っ張るっていうのが、まあ、プロのやり方だよね。大手配信者だったら、ここで一回カメラは止める。絶対。ここで切らないで 判断できなくてやっちゃうっていうのは雑魚のやり方だよ。引っ張らないと、3日4日引っ張れるよ、これ。これ3日4日引っ張れるもん。アクティブ4桁とか1回は経験したい。正直、ワン太郎が羨ましい。でしょ？俺もそうだと思うよ。ワン太郎はだから揺れてるんだよ。今、アクティブの、このリスナーさんの美味しいっていうのは本人分かってるけど、どこまでやっていいのかは、まだ配信半年だから分かんないんだよ。どうやって切り抜けていいか分かんないんだよ、正直。で、ロハコさんはそれ分かってて、ワン太郎くん、パンツ脱いでみようよ。いや、かわいいね、ワン太郎くんって言って、もう完全に、だから、芸能界と一緒だよ。芸能界のプロデューサーがアイドルの女の子に、おい、テレビ出させてやるから、みたいな状況と一緒。私、この人とやらないと、この業界生きていけない、みたいなさ。この業界でアイドルとして成功するためには、プロデューサーとやらなきゃっていう、このアイドルの苦悩。これが配信だよ、これが。
これが配信ですよ。一回切って自己風に言うのが炎上芸。そう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 。本当に。要は、続き見たいって。要は、見たら飽きられちゃうから。もっと見たいっていうところで止め続けるのが大手になる秘訣だから。うん、正直もう取れ高はいいわけじゃん。もうこれ以上美味しく、あ、始まる始まる、キス。ちょっと待って、ちょっと待って。来るぞ。来るぞ。来るぞ、来るぞ。ちょっと待って、俺、喋れないわ、今。今喋、え、嘘、ロハコさんも脱ぐの？だらしねえな、ロハコさん。キモ。キモ家だな。これ、きついな、これ。きつ。これ、きついわ。なんかきついね。いや、今、両方とも上半身裸でこれからキスなんだけど、きつい絵面が。やばいな、これ。これやばいわ。もう止まんねえだろうな。引き際わかんないんだろうね。多分ね、もう揺れてると思うよ。どこまでやっていいんだろうっていう。配信のテクニックもないわけじゃん。いやー、だから面白いんだけどね。Cカップあるな。すえすえ。すえ。いやー、ここで今、ワン太郎くんの配信者としての実力が問われてるよ。頭一個抜ける配信者か、ここで終わる配信者か。そう、俺ら見守ろうぜ。来た！お、お、来た？来た？が、いや、もうサーバーが落ちそう。サーバーが落ちそう。うん、あ、来た。あー、結ばれた。もういい、もう切れ、もう切れ、もう切れ。今切るところだよ。今切るところだよ。ワン太郎、ワン太郎いいんだよ。もう稼げたんだから。欲を張るな。欲張るな。ここだよ。切りどころ。ちなみに俺、ロハコさんとキスしたけど、口洗う前ずっと舌痺れてたから。本当にビリビリするから。風船10個ありがとうございます。マジできついから。なんか本当に舌がビリビリすんの。俺、あの味知ってるから。やべえな、ロハコさんのこんな笑顔見たことないわ、ロハコさんの。くそ面白いな。腹痛え、マジで。ウケるわ。ああ、面白い、面白い。うん。うん。ロハコさん、タラリラップ越しにキスされたけど、ゲロ吐いた。いやー、持ってるわ。ロハコさんが持ってるのは知ってるじゃん、みんな。ロハコさんは、持ってる配信者のみんな知ってると思うんだけど、ワン太郎が意外とハマったね。柏木より面白くない？ぶっちゃけ。俺、柏木よりも、ワン太郎の方が好感度あるんだけど。やばいね。ワン太郎ハマったね。うん。ワン太郎がいいよ。若い男の子で。ね、ちょっと甘いフェイスしてて。うん、カシーニはダメ。うん。あいつは、なんか偉そう。若いのに。もったいない。もっと可愛がられた方がいいのに。うん。和道の方がすごかったって。みんな和道の方がやったぞって。あ、俺電話するわ。電話するわ。ちょっと待って。ちょっと待って。電話するわ。これ説教でしょ？これ説教でしょ？ちょ電話するわ。いや、これないでしょ。これちょっと物申すわ。もしもーし。はい。あ、ロハコさん。どうもどうも。はい。ちょっとワン太郎くんに代わってもらえますか？はい。ワン太郎。はい。お前さ。はい。お前それでも配信者なの？え？何？あんなのディープキスじゃねえよ。俺から言わせたらあんなのフレンチキスだよ。いいんだよ、若いから。え、いいんすか、ロハコさん。もっと濃厚なキスが見たいっす、僕は下半身を触りたかったから。あ、じゃあ下半身いっちゃいましょう、もう。
いや、それは、アドさんがワントロさんに言ってくんない。あ、衣装かまんし。はい。あ、言ったな言ったな男見せろよ。脱ぐの話だから。あ、もう、服の上からもう、触ってもらおう。もう、これ儀式だから。これ儀式だから。これ大手配信者になるための儀式だから、これ。うん。みんな期待してっかんな、ワントロ。うん。期待に応えてくれよ。あ、バカだろ、お前。頭悪っ。指示、急出ししましたね。急出ししときました、とりあえず。ああ、面白い。くっそ面白いわ。いや、FC2、FC2 アダルトで、アクティブ1800人。フレンチキスの意味はディープキスって意味で。あ、そうなんだ。知らんかったわ。これは寝れないね。覚悟決めたね。儀式ならしょうがないとかって言ってるよ。くっそ面白いね。お、来た来た。おーおーおー、脱いだ脱いだ脱いだ。来た来た来た。来たよ来たよ。ワン太郎、キノコ狩り。チンク、勃起してんじゃん、こいつ。アホだな、もう寝れないよ、俺。こんなの寝れないよ、ほんと。でかいな。でかくね。あ、ワン太郎いいな。わ、もうこいつ面白すぎる。ワン太郎のファンになった。いや、ワン太郎いいじゃん。ワン太郎いいじゃん。コロコロで、コロコロで攻めてるよ。もう、腹痛い。腹痛い。腹痛い、俺。チンコ様。もう、この二人アホだわ、ほんと。やりすぎ。いや、いいな。なんか面白いな。今日最高だよ、本当に。今日最高。チンコ攻めてるわ。どこまで行くんだろう。2000超えたで、どこまで行くんだ、これ。寝れない。寝れない。こんな面白いことあった？ロハコさん、面白い。うん、いやー最高、本当に最高、爆笑だよね、本当。ありがとうございます。ありがとう。風呂入らねえよ、こんなの。最後まで見ないと。玉触ってるしつまんでるしガチホモビデオ見てる感じだけど、なんでこんな面白いんだろう。明日仕事なんて関係ないと思う。ここは配信会全員で盛り上げないと。全員で盛り上げようよ。おお、うん。いやー、面白い。腹痛い。俺も今年一番笑ったかもしれない。去年一番笑ったのはロハコさんだけど、今年一番笑ったのもロハコさんだわ。やべえ、ワン太郎が攻めに出たんだけど。やべえな、こいつ。こいつやべえわ、マジで。ワン太郎が攻めてる。え、嘘？乳首舐めんの？笑った。腹痛い。腹痛いよ。腹痛いよ。これ舐めた。舐めよった。もう、腹痛い、腹痛いよ。お腹痛いよ。ソースかけてる。ソースかけはってる。こいつ持ってるわ。こいつ持ってるわ。こいつ、やるな、ワン太郎。
こいつ大手なれるわ。うん、おたふくソースかけてロハコさんの乳首舐めてる。アホすぎる。アホすぎるわ。大手なれるな、こいつな。こいつ持ってるわ。こいつ持ってるわ。柏木どころじゃねえわ。こいつ行くな。うん、ソースは甘い。いや、その前にソースかけないで舐めてるね。うん。でも、ある意味終わったよね。もう女とパコれないよ。俺、ぶっちゃけた話、ロハコ事件でキスしただけで5ヶ月間女とパコれなかったから。女とパコれそうになった時に、キスしようとした、あ、ごめんって言われたから。ごめん、キスだけはって言われたから、女の子に。あ、ごめん、思い出す。キスはやめとこって言われた。挿入だけみたいな。もう終わったよね、こいつ。もうパコれないよ。もう出会い中にはなれないよ。うん。うわ、面白すぎる。うわ、面白すぎる。次は俺のターン。うん、どこまで行くんだろうな。やべえ、面白い。一生動画は残るからね。もう配信者としてやっていくしかないんだよ。もう、もうこいつはどこの世界でも生きていけないぐらい有名になっちゃったからね、この瞬間。この瞬間、配信者として生きていくしかなくなったんだよ。いや、ワンタロウは腹くくったわ。腹くくれなかったら大手になれないね。うん。YMK さんいらっしゃい。いやー、ここまでにしとくのがいいね。次だよね。次だよ。もう明日にしよう。うん。ここで配信切るのがプロ。ここで配信切ろう。もうてんこ盛りでしょ。もうてんこ盛りでしょ。目が死んでるわ、ワンタロウ。ワンタロウ、沼っぷ入れとか言って。うん、サーバー落ちそう。おー、いったいった。アホだな。ねえ、甘いフェイスでさ、可愛いフェイスで、なんかこう、人気が出そうなのにね。もうモテないよ。もうモテないよ。もうロハコさんの恋人としてやっていくしかないよ。うん。吹っ切れてきたね。吹っ切れてきたね。もうこれ、喋られちゃえ、もう。もういいよ。ユーやっちゃいなよ。風船プレゼントありがとう。もう吹っ切れたみたいだわ。うん。うん、吹っ切れたわ。ワンタロウは配信者として吹っ切れた。おめでとう。君はもう大手だよ。おめでとう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 さんだよ。てん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 。おめでとう。おめでとうさん。おめでとう。てん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 。なんだよ。僕は大手になっていいんだ。てん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 。おめでとう。ワンタロウおめでとう。君はもう大手だよ。うん。そうだね。もうポコチン出したらレジェンドだね。うん、ポコチン出したらレジェンドだね。もう一気に配信会を席巻するよね。ボーナス確定でしょ。うん、最後まで行くかな？さすがにわかんないね。むしろここまでやると思ってなかったから。うん。ここまでやると思ってなかった。涙止まんないよな、ほんと。まあ、一生晒されるっていう怖さをわかんのはこの後だから。正直今は、なんだかわかんないままやってるけど、この後後悔すんだよ。この後。うん。後が怖いんだよ、配信は。うん、動画にはなるし、消せない過去。うん。まあ、柏木は超えたね。完全に柏木は超えた。柏木は配信しなかったから。うん。柏木を超えた配信者。素晴らしい。新しいフォロワーさん紹介します。ノアさん、イブスさん、キーマンさん、カエルさん、エビータさん、ムネくんさん、ウィードさん、316さん、なぎささん、
豚さん、湘南のさん、あやぽんさん、ひろきちさん、さとえりさん、ケツの穴のナウシカさん、フォローありがとうございます。フォローありがとう。ありがとうございます。いや、いいね、いいね。面白い。今日はいい日だ。こんばんは。いやー、寝れねえ。寝れねえわ。はい、こんばんは、ひろみさん。こんばんは。神回だぜ。激アツだな、ほんと。ボーナス確定でしょ。うん。ボーナス確定でしょ、これ。どうなんだろうね。配信どのタイミングできんだろう。電話する？いやー、もうさすがにしつこいでしょ。うん。さすがにしつこいでしょ。うん。さすがに。こういうの何タトゥーって言うんだっけ？いやー、なんだろう。わかんないな。うん。今やっと落ち着きました。あ、落ち着いたんだ。うん。いいじゃん、いいじゃん。ワンタロウが、今、仮想生主が一気に大手になる瞬間をみんなが見たんだよ。これがブレイクってやつだよ。配信ブレイクですよ。うん。ワド出番だぞってみんな言って、え？カメラ切れた。え、どうしたどうした？カメラ切れた。え？コメ、え？何？終わったの？配信。え、どうした？え、カメラ切れたんだけど。カメラ切れたんだけど。え、配信、どうした？サバ落ち？何これ？どういうこと？どういうこと？真っ白の、あ、映ってるわ。え、電話しろって。あ、わかった。電話。オッケー。指示出しします。なんで指示出そうか。なんで指示出そうか。うん。なんで指示出しする？どうしようか。更新すると治る。ワンタローがピースアイハベに見える。うん。じゃあ、ワンタローに電話しようか。出ないね。出ないね。電話出ないよ。電話出ないよ、LINE。ロハコさん出ないよ。ロハコさんが夢中になって出ないね。もしもーし。はい。あー、いい感じですね。なんか乙女ですね、今日、ロハコさん。今日襲われちゃいましてね。本当ですか？うん。もう、ディープキスを襲われまして。ロハコさん、ロハコさん、なんか今日声イキイキしてますね。胸にある、この、はい。もちもち肌がいいっすね。あ、いいですね。なんと言っても。どうぞ、最近若い男の肌触ってなかったですもんね。はい？最近若い男の肌触ってなかったですもんね。そうね。はい、最近調子悪くてね、僕がね。はい、いや、でもなんか嬉しいですよ、うん、僕、ロハコさんが元気そうで、元気出てきて。だって和藤さんの差し入れがね、こんなかっこいいんじゃさ。はい。うん。うん。いや、嬉しいです。ちょっと、ワンタロウ君に代わってもらっていいですか？うん。ワンタロウ？ワンタロウ？はい。お前、配信で食っていきたいんだよな。そうですね、はい。わかってる？状況。あ、わかってます。状況わかってる？お前、こんなん全然面白くないよ、こんなの。こんなん全然面白くないよ。何ちょっといい気になってんの、お前。配信。いい気になってこれ、大手配信者になる儀式だから、これ。あ、儀式、はい。うん、通過点だから。通過点、はい。うん、みんな喋られてるから、実は。裏で。え？和藤さんも？いや、もうみんな喋られてますよ。うん。あ、そうなんだ。だから、俺は喋られなかったから大手になれなかったんだよ。はい。うん。わかる？俺みたいになりたいの、はい、なりたくないです。お前、俺みたいになりたくないだろ。はい。うん。俺を超えたいだろ。はい。じゃあ分かってるよな。わ、わのさん。わのさん、そこは、わのさん。いいよ、覚えちゃって。レジ、レジ、なんわのさん。俺、やっぱ、家族が出てきて、中、した時に。もう。いや、わかるよ。わかるよ。わかるよ。
みんな親とか家族を捨てて大手になってるから。はい。うん。お前が本物か、お前が偽物か、今試されてるんだよ、ワド。ワドじゃない、ワド俺だわ、ワン太郎。泣くなよ、わかるよ。また後で。そうですね、また後で。はい。うん。腹痛い、腹痛いわ、もう。腹痛い。あ、アホだね、ほんとにね。全員アホ。全員アホ。登場人物全員アホ。ああ、面白い。アホだな。質問です。大手ホテルって大丈夫だ、言うけど。いやいや、冗談です、冗談です。はい。はい。便所さんも見てんの？いや、これ結構配信者も見てる人多いと思うよ。うん。いやまた、俺は、悪名が上がったな。ツイッターが祭りになってる。嘘。ツイッター、なんで？まあ、やりすぎだよね、トラさん。もう正直引き際だよね。とっくに引き際超えてるよね。わかる。逃げろ。ワン太郎逃げろ。リアルを知ってるだけに少し気の毒になってきてるけど、面白すぎる。あ、リアルの知り合いなんだ。うん。いや、もうお腹いっぱいだよ、俺。本当に今日はお腹いっぱいだよ、本当に。うん。キャプチャーツイートだって。あ、終わったな、ワン太郎。今日の夜激アツだね、本当に。はい、安め。動画、録画班、お疲れ様です。録画班いっぱいいるだろうね。うん。いや、お腹が痛い。うん。あー、面白い。うん。いやー、最高だね。今日は最高。今夜はパーリーないだよ。パーリない新しいフォロワーさんが増えたので、新しいフォロワーさんご紹介します。ニータンさん、豆もやしさん、ノアさん、フォローありがとうございます。いや、もう今日はお腹いっぱいだわ。あ、もしよかったら YouTube チャンネル登録してください。YouTube に今回の動画上がりますので。今回、なぜ、こういうことになったのか全部知りたい方は、YouTube に動画上がります。明日、チャンネル登録よろしくお願いします。喋られないと思うけどね、俺は。俺は喋られないと思うね。うん。うん。多分、俺の予想。俺の予想、喋られない。うん。うん。多分、俺の予想。ここで喋ったらアホだもん。あ、ニータンさん、どうもどうも。よろしくです。いやー、激アツだわ。うん。新しい生贄探さないとな。新しい生贄を探さないと。うん。あ、リンゴさんフォローありがとう。ありがとうございます。ワドと申します。よろしくお願いします。もうお腹が痛いです、僕はさっきから。新しいフォロワーさん、リンゴさんフォローありがとうございます。初見の人は、面白かったらでいいんでフォローしてください。うん。爆走と同じ BGM。あ、そう、マジで？俺結構前からこれずっと使ってるけどね。変えようかな、BGM。ちょっとテンション下がったわ、うん、YouTube チャンネル登録ありがとう。サンキューです。ありがとう。お小銭出さないとまだまだや。まあでもね、配信始めて半年でアクティブ20の子がいきなりデビューしたわけだよ。うん、うん、いやタイミングってあるんだよ。ただ喋られたら面白いってわけじゃないから、うん、ただ喋られたらいいってもんじゃないよ。うん、この流れが大事なんだよ。流れが、配信は。今日ワン太郎くん結構盛り上がってたんだよ。こんばんは、ふわふわさん。いや、下がるね。ごめんね。うん。でもね、多分ね、この BGM 使ってたの俺だよ。ツバニャンがパクったんだと思う。年一ぐらいだよね。わかるわかる。半年に一回か年に一回かぐらいがいい。うん。で、同じ配信者で年二回はお腹いっぱいだよ、正直。はい、こんばんは。おー、監視くん、風船ありがとう、こんばんは。うん。いやー、面白かった。ワン太郎、ふわっち来たね。うん。ふわっちでバブルしよう、多分。いやー、面白かったなー。神会に次ぐ神会だったね。いやー、みんなありがとうね。みんなのおかげです。新しいフォロワーさん、キャナピーさん、フォローありがとう。楽しんでいってください。キャナピーさん、フォローありがとう。はぁ。
解散だね。解散。FC2 みんなが続々と解散してるね。配信やるとしたら明日でしょ。今配信は違うでしょ。ワン太郎、ワン太郎、ワン太郎、今じゃないよ、配信すんのは。引っ張れよ、バカ。バカだなぁ、こいつ。あ、大手なれねえわ。ワン太郎はダメだわ。ここで、どうなったかわからなくさせるようなことしないと。ダメ、ワン太郎は伸びない。ワン太郎は伸びないよ。ここで配信切らないと。配信やって売名するっていう発想もわかるけど、いや、ダメダメダメ。ここで配信を次の日に引っ張るっていうのがミソだから。ブルさんいらっしゃい。ダメだよ。そう。ここでね、安い閲覧稼ぎに行くと、ダメなの。うん。要は、つまんないっていう、冷めちゃうんだよ。リスナーが冷めちゃうの、ここで。ここで次の日に引っ張って、引っ張ってってできるやつが大手になるから。ロハコふわっち開けるように言われた。ああ、そうなんだ。ロハコさんか。まあ、しょうがないよね。まあ、でもいいんじゃん。あの、普段アクティブ20の子がアクティブ200行ってるわけだから。うん。中堅には確実になれるんじゃないの、今日で。うん。中堅にはなれると思うよ。ただ、伝説は残せなくなっちゃうよね。今枠開くと。伝説は、伝説は終わっちゃったよ。レジェンドにはなれなかったね、今日で。まあ、俺も放送見るのやめようかな。なんか、もう盛り上がらなそうだから。もうぶっちゃけピーク終わった感じするよね。ピークタイム終わった気がする。キリさんフォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、キリさんです。フォローありがとう。のんたんが相手負けてる？あ、まあいいんじゃん、頑張ったから。いや、正直頑張ったと思うよ。すげえ面白かったもん。うん。いや、のんたんも、これは気に入ると思うよ。うん。どれどれ、のんたんいるかな？おお、バーガープレゼントしてるね。よかったよかった。うん。いや、でもいいよね。こういうなんか、はい、仲間たちが盛り上がるといいよね。ゆうさんいらっしゃい。フォローありがとう。フォローありがとうじゃない。コメントありがとう。うん。いやー、盛り上がった。盛り上がった。よかったよかった。いやー、腹抱えたわ。じゃあ、みんな、ワン太郎のところ行ってあげてください。おやすみなさい。今日はワン太郎に花を持たせましょう。みんなお疲れ様。ワン太郎のところ行ってあげてください。いやー、ワン太郎頑張った。ローコさんありがとう。盛り上げてくれて。ありがとね、みんな。お疲れっすー。See you. ワン太郎行ってねー。あ、サメ島さんからトツ来たな。なんだろう。うん。はい、タイマー。なんかね、今ね、サメ島さんからトツかかってきたから、なんだろう。珍しいね。スカイプ入ってたっけ、俺。スカイプ。なんかね、サメ島さんからトツがかかってきたんだよね。スカイプ。どこだ、サメ島さん。履歴ってどうやって見んだろう。サメ島さんからなんか今トツがかかってきて、何なんだろう。うん。ちょっと待ってね。サメさんどこだ。おい、ワドツー。サメさん、サメさん、最近の会話じゃなくて、どうやってやるんだろう、連絡先。なんだろうね。ちょっと待ってね。スカイプ。サメ島さん。ちょっと待って、ね。ふわっち A 版なんで？サメ島さん今見てないかな。さ、め、サメ。ちょっと待ってね。なんだろう。なんだろうな。
繋がんねえな。出ないね、鮫島さん。なんだろう。今かけてんだけどね。なんだろう。なんだったんだろう。はい、こんばんは。ゆうさんいらっしゃい。なんだろうな。トツかかってきてたんだけどね。はい、ワドツー。今ね、鮫島さんからトツがあって、なんだったんだろうと思って。電話しようと思ったんだけど。出ないね。鮫島さん今放送どこでやってんの？どこでやってんの、鮫島さん。どこでやってんだろう。これどうやって出んだこれ。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。あれ出ないな。鮫島さん出ないですね。サメさん出ないな。サメちゃん激おこ。サメちゃん激おこですよ、サメちゃん。サメちゃん激おこ。サメちゃん激おこ。サメちゃん激おこなんだけど。サメ島さん4万チップしたのに、ちょっと、やばいよ。鮫島さん激おこ。鮫島さん激おこ。やばいわ。やばい。え、4万チップしたのにこれだけかよって。FC2 に4万円チップしてこれかよっつって、鮫島さん激おこ。やばいよ、これ。これやばいよ。電話するわ。これやばい、マジで。激おこ。激おこですよ。激おこ。激おこ。もしもーし。あれ、電話出ないな。電話出ない。本物本物。繋がってるもん。激おこだよ。もう一波乱あるっていうか、サメジュ。電話切られたな。これやばいよ。あ、来た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 。あ、もしもーし。はーい。あ、たびたびごめんなさい、ロハコさん、本当に。もしもーし、聞こえますか？うん、聞こえるよ。たびたびごめんなさい、何度も何度も。あれ？出ねえな。出ないな。なんだろう。
いや、サメ島さんが激おこで、俺に連絡来て、FC2 で4万円もチップしたのに、これで終わりかよって、ブチギレてる。ブチギレてる、サメ島さんが。サメ島さん、激おこ。激おこ。ちょっと、電話、出て。電話出て。LINE 出ないとまずいよ、これ。荒れるぞ。荒れるぞ、これ。もしもし。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと、ワンタロウくんと変わってもらってもいいですか？はい。ワンタロウ、ちょっとネタとかじゃなくて、マジでやばいかも。何ですか？あの、さっきの配信で、チップすげえ入ってたの知ってる？見てた？うん。はい、今見ました。今見た？あの、はい、サメ島さんが激おこ、お前に。なんで？いや、今、俺もスカイプ来たんだけど、サメ島さんマジでキレて、うん4, なんで怒ってんの？いや4万円チップしたのにこれで終わるとか何なのっつってマジで切れてるよ、お前。もともと2万チップが入った。あ、そうなんですか。ちょっと、お前、サメ島さんマジで怒らせたらやばいよ。でもなんで、うん。ちょっと一つ言っていいですか？うん。なんでその4万円が、お前、何？サメ島さんに喧嘩売るの？いや売るわけじゃないですけど、でも、おかしくないですか？それって、サメ島さんがあげたんですか？サメ島さんが4万円チップしたんだって。違うよ。サメ島さんが4万円チップじゃないらしいですよ。2万チップはもう答えてた。いや、もう激おこだよ、サメさん。いや、もう知らないよ、俺。もう、俺、もう正直盛り上がってよかったなと思うけど、お前、じゃあサメ島さん敵に回すんだな。はい、いやいや、よくわかってないぞ。正直。うん。僕の方え、わかんないです。俺一応言ったかんね。俺一応伝えたかんね。俺は伝えたよ。ワン太郎。あ、はいはい、わかりました、うん。うん、頑張って。で、こっからサメ島さん、スカイプですか？で、うちにはかかってこない。あ、そうなんですか？うん。うん。ま、俺伝えたかんね、本当に。あ、一応、その連絡。そうそうそう。めちゃめちゃ怒ってるから。あ、あの人は課金したんですか？でもサメ島じゃないですか。いやもういや俺わかんないけどサメ島さん4万円チップしたって言ってて4万チップしてこれかよって言って、はいはい、めちゃめちゃ切れてるよ。はい。うん。まあとりあえずそんな感じだわ。お疲れ。わかります。はい、うん。お疲れです。いいっすいいっす。じゃああとはサメ島さんにお任せします。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。長い夜を楽しんでください、皆さん。お疲れ様。僕はちゃんと伝達しました。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。長い夜になりそうですね。長い夜になりそうですね。皆さん、お疲れ様です。フォローしてってね。YouTube も登録してね。はい。まだまだ終わらない夏が、終わらない冬が始まるぜ。お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。